攻めながらちょうどいいんじゃないですか。今観客5000人ほど入ってますね。はい、たくさん入ってますよ。皆さん、あ、ヘンズさん実は気づきました。はいはい、後ろにステージの後ろにアドバンジが、そうなんですよ、色がね変わってんですよね。そう、あれすごいなと思って、ね、そう、去年なかったですよね。なかったですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、マイマイって言われてますね。マイマイって言われてます。そうですね。どうも、はい、桂川の皆さん、こんばんは。ご視聴なんかね、真っ暗で見えないんですね。そうですね、でも大歓声が聞こえてきましたね。いや、本当に聞こえてますね。はい、あそこで手振ってるのかと思ったら風船が回ってました。そうですね、手振ってるのかと思ったら、ね、あそこまで高く回ってるのは風船でしたね。はい、実はバルーンアーチなんですけど、昨年はですね、もうちょっと橋の方にあってですね、はい、ちょっとこのメイン会場から見えない位置だったんですけど、ね、今年はですね、このメイン会場を中心にちょっと盛り上げる雰囲気を作るということで、今年はここにあるんですね。そうなんですね。はい、そうですね。皆さん、この寒い中、この T シャツ1枚でいらっしゃるのいかがですか。いや、大丈夫です。ミートテック着てるんでね。ミートテック、皆さんご存知ですね。ありがとうございます。はい、今日は、はい、サザンオールスターズの楽曲を、はい、どんな曲を、今日はね、もうよくね、皆さんが聞いたことあるものを全部やります。そうですか。桑田さんのね、ソロも1曲だけ。あ、そうなんですよ。それは楽しみですね。そうなんですよ、桑田さん。昨年で30周年、はい、今年なんとサザンオールスターズ40周年でございます。すごいですね。すごいですよ、ね、サザンオールスターズさんは何周年ですか。サザンオールドスターズはですね、4周年でございます。4周年ですか。4周年。ああ、まだまだ意外とやってねえんだろうと思うんですけど、はい、それから唐揚げをいただいて、あ、唐揚げ、はい、焼きそばはちょっとつまましていただいて、はい、ソーセージは行きたかったんですけど、ちょっとその前にちょっと眠くなってしまいました。あ、そうなんですね。ちょっとお休みさせてもらいました。でもすでに寝起きということですね。そうですね。あ、そうなんですね。そうですね。すっきりしてますからね、今日ね。しかし真っ暗になりましたね。真っ暗ですね。さっきまでね、君の名はの一面ね、ワンシーンみたいな感じですね。そうですね。そう、対岸ご覧になっていただくと、ちょっと川面にライトが反射してこう綺麗な感じですね。綺麗な感じですよね。はい、でも本当ですね、綺麗な感じだけど、少ないですね、ライトがね。そうですね、環境保全に努めてますので。そうですね。